Welcome to 沖縄メンソーレ沖縄ハイサイハイサイハイサイ今日の沖縄夕方になってポカポカ陽気いい天気になりましたね、お昼はずっと曇ってひんやり肌寒かったんですけどね、ちょっと太陽が出たらティーラカンカンしたらちょっとポカポカになってきました。小さな畑からスタートして早3ヶ月余り、どんどん畑が広くなってます。限られた時間なんで、一気にはできないんですけど毎日少しずつ野菜とともに私の、スキルも経験も知識も、成長してきてます。そんなことを皆さんにちょっと少しでも共有したい人がいれば共有できたらいいなと思って、紹介したいと思います。本当に小さくてもいい、ほんの少しでいい、5坪ぐらいでいいと、思っていた畑でスタートしたんですけど、どんどん、広く、もう広くなっても次のイメージが湧くぐらいちょっとあの畑仕事楽しいですね、三振ね、なんかいろんな今まで感じなかったことをたくさんあの感じますね。まあそれも環境は人を作る、環境は人を変えるって言いますけどね、すごいいい環境で、今まであまり共通の話題としては話が合わなかったハルサーの皆さんと農業をやってる皆さんと話が合うようになったのも嬉しいですね。あと親切に丁寧にいろんなことが先輩たちが教えてくれるのがとっても何よりもありがたい、私にとって財産ですね。それをまた私も今あの YouTube を見て、あ、こんな風にするんだということを、植えたいのはあのこれから植えたいのはどんな感じで植えるのかっていうのを YouTube をすごく参考にしてます。であと沖縄でしかできない野菜、例えば沖縄でしかできない野菜というか南国でしかできない野菜が全国で今ビニールハウスでハウス栽培で、広めてくれてるのも嬉しいなと思います。特にヘチマとかですね、沖縄とか九州の、まあ、鹿児島あたりぐらいまで、の皆さんはよく食べるっていうのを聞いてますけれども、今、ヘチマがある地域ではすごい料理の仕方が広まって、足りないぐらいヘチマ農家がいるっていうのはこの前、テレビで見たんですけどね、沖縄の皆さん、本家本元ナベラ料理をどんどん、全国に世界に広めていきましょうということで、小さな畑からどんどん広がっていく、畑を紹介したいと思います。ではどうぞ行こう。さあ、はい、みんなに案内しよう。畑を案内しなくて、なんか最近は畑の撮影するのが楽しみの一つになってきました。夕方になって、ちょっと太陽が顔を出して今日もポカポカ陽気の沖縄です。今日一番、朝一番に、かぼちゃの苗を植えました。かぼちゃの苗をこうやって植えてます。ちょっと堆肥がですね、堆肥を作るのが間に合わなくて追いつかなくて、で本当はここ一回高温機でバーッと、土作りをしてからやりたかったんですけれども、ちょっと準備が間に合わないので、追肥してちょっとかぼちゃを育てようと思います。この辺りにかぼちゃを全部植えてます。お、今んとこ元気に元気に育ってますね。この辺り全部、かぼちゃとかぼちゃと渋いを植えてます。渋い、このあの腐葉土があるところまではかぼちゃと、冬瓜を植えて、ここまで植えて、で本当はちゃんと高温機で耕してからやりたかったんですけども、間に合わないので、とりあえずここは後から追肥していこうと思います。ここはこれから高温機で
土を耕して今堆肥を準備しているので、そこから植えるのを決めて、これから春野菜を植えていきたいなと思います。問題はですね、ポツンと一軒家まではそこの目の前の畑までは農業用水、ちゃんと、来てるんですけど、ここまでちょっと農業用水を伸ばさないといけないですね。最近朝の散歩はこんな感じでやってます。鳥のさえずりを聞きながら、桜も花がもう落ちちゃいましたね。はい、まっすぐそびえ育っている桜の木、三振どこ行くの？ここも、畑にする予定です。で、これからここの周り、ここの周りはずっとパパイヤとバナナを植える予定ですけど、なかなか、限られた時間なので、まだバナナとパパイヤはここには植えてません。ここに植えていく予定です。この辺りに、で、この辺はゆくいるくる、休憩所を作ろうかなと思います。何を植えようかな、なんか皆さんリクエストがあればリクエストしてください、送っていきます。あ、植えていきたいと思います。いやー、本当に一足先に沖縄には春がやってきましたあ、そうだそうだ、ここにもトマトを植えてます。トマト、いろんなところにトマトを植えてます。これは冬瓜ですね。ここは冬瓜を植えてます。冬瓜、ちょっと土がここ、昔はパイナップルがすごい、ここは実はパイナ、昔はパイナップル畑だったそうです。20年前は全部パイナップル畑、そこを20年ぐらい放置していたらもう本当にジャングルになったところを開墾して畑にしました。そうだそうだ、今日は午前中ですね、頑張ってトマトもあちこち植えたんですよ。ちょっとバナナが元気がないのが気になりますね。あ、ここにパパイヤを植えたんですけどね、パパイヤ1個枯れてしまいそうです。不思議だな、同じように植えてるのに、同じような苗なのに元気がいい苗とそうじゃない苗があるんですよね。はい、ここにもパパイヤ植えてます。ここにもパパイヤを植えてます。定植するのがちょっと早かったかな。パパイヤ、あっちこっちにパパイヤ植えてます。で、そうだそうだ、トマトも植えてます。このここにトマトの苗をいっぱい、どんどんまたこれからもトマトの苗、種からも苗からも挿し木もしてるので、どんどん増やしてるので、トマトもここに木と木の間ぐらいに増やしていこうと思います。あ、このパパイヤも元気だな。マンゴーパパイヤはまた別なところに植えてるんですけどね。あ、ちょっと今のとこちゃんと元気だ、元気元気元気、よかった。ある人が言ってました、ちゃんと野菜とか果物は見に行くと、会いに行くと自分も元気になるけど、野菜たちも果物たちも木々も元気になるよって言ってましたね。あ、光がなんかいい感じ、夕日がいい感じです。はい、この辺にも
トマトを植えてます。こんな風に挿し木も、あ、これは挿し木じゃないか。今日はトマトも植えました。トマトをどんどん増やしていこうと思います。で、ちょっとかぼちゃの苗もたくさんあるので、あっちこっちにかぼちゃもあっちこっちに植えてます。ここがこれからどんどん増やしていくマンジェリコン畑。ちょっと気になるのは、日光がちょっと当たるのが弱いからどうなのかなと思いますね。台風対策にはいいんでしょうけど、こぼれ日で今のところでも、これ全部挿し木をしてます。挿し木をしてますけど全部元気ですね。これからどんどん、マンジェリコンを増やしていこうと思います。ここは沈黙、里芋を植えてます。逆方向から最近ユンボの練習もしてるので少し上手になってきました。最強の助っ人ユンボくん。ここが私の、私がスタート、ここからスタートした小さな畑もどんどん、ここも広くなってきてます。今日前回の動画でも紹介したんですけどね、トマトが色づいてきました。わー、トマトが色づいてきたな。あ、こっちにもトマトだ。あ、こっちにも。なんかトマト今、楽しいのはですね、トマトの成長がすごく楽しみですね。なんか待ち遠しいから成長が止まってるようにも見えるんですけどね、なんかちょっと急にゆっくりゆっくり、もう少し大きくなると思うんですけどね。トマトです。これ桃太郎だったかな。ここもミニトマトなのに、これ大きいですね。このミニトマト、あれ、これミニトマトだったかな。大きいな。いろんな種類を植えたのでね、これも大きくなるかな。こっちにも、あ、こっちにも、あ、こっちにも。こんな感じで楽しみですね。もうすぐ毎日トマトが食べれますね。今マイブームは何といっても取りたての野菜をサラダにすることなんですけどね。早く成長してくれサニーレタスちゃんたち、サニーレタスたちが早く成長してくれないかな。もうサニーレタスもうなくなって、新たに、たくさん植えてます。別の畑に植えてます。セロリは、最近私セロリあまり嫌いではないんですけど、好きでもなかったんですけど、セロリも、サラダにして毎日食べるようにしてます。ここだけは、これ、ここだけに人参、ここは堆肥をたくさん入れてる人参畑です。他の人参より急成長、3倍ぐらい早く成長してます、トマト。あ、トマトじゃない、人参。はい。これがトマト。トマトも、トマトじゃない、ピーマン。お、あっちにもピーマン。もうなってきてますね。大きくなってきてるな。あっちもあこっちのピーマンも。こっちのピーマンももうすぐ食べ頃です。で、ここにマンゴーパパイヤ、
マンゴーパパイヤを植えてます。元気に育ってますね。あ、ここにもカボチャを植えてます、ここにもトマトを植えてます。あ、こっちにもトマトを植えてます。こっちもトマト畑、トマトを植えてます。逆側から撮ってますけどね、こっちはこっちは、カボチャ、これは雑草これは雑草で、ここは木の堆肥をちょっと準備していたところを、堆肥の場所を移して、ちょっとここはこれから耕運機で耕して畑にします。前回の動画でも紹介しましたけども、無農薬で、一切私無農薬使う予定はないので、農薬使わないで虫がつかないキャベツ、今のところ、実験が成功してます。どうやったら虫がつかないのと、いう方は、前回の動画をご覧ください。普通にやってるとこんなに虫がつきます。普通に植えていくとこんなに虫がたくさんついてしまうんですけどね。虫が食わない、虫がつかないようにここにいろんな仕掛けをしてます。っていうか偶然の一致なんですけどね。こうしたらもしかして虫がつかないんじゃないかなという感じで、あることをしたらここのキャベツ畑は虫がつきません。三振、畑の邪魔したらダメでしょ、畑に入ったらダメでしょ。で、今までは、生ゴミに捨てていた卵とか卵の殻とか、食べた後の野菜とかも一応捨てないで堆肥にしようとこの辺にうっちゃん投げてます、捨ててます。はい、ここもトマトですね。ここの周りはトマトを植えてます。ここにはナスを植えてます。ここは春菊を植えてます。春菊。ここは人参畑です。ここに月桃があるのは、あそこの、山の畑に月桃を増やそうと思ってちょっと準備してるんですけどね。ここは春菊、ここは大根、大根もたくさん置いてます。大根もたくさん置いてます。そしてそしてここにもトマト、もうほとんどここはトマトです。トマトと島ニンニク、ここも全部トマトです。ここもトマト。ここは、いつぐらい植えたんだろうな、ちょっと記録に残しておかないといけないですね。ここは全部ミニトマト。はい、ここにには種をまいてます。何の種をまいたかはまた後ほど紹介したいと思います。こうして至る所にですね、テストとして挿し木をしたら、トマトの挿し木をしたらこれが成功するようになりました。どの苗を挿し木にすれば成功するかも分かってきましたので、ちょっとコツをつかんできたの。最初は失敗ばかりしてたんですけどね。はい、ここにもトマトの苗をこんなふうな感じで、挿し木してどんどん増やしてます。ここにも、おお、芽が出てきた、おお、芽が出てきたぞ、一つだけ芽が出てきてる。ということで三振。いやー、農業幼稚園生には広すぎるぐらいの畑になってしまいました。ここは島ニンニクとネギを植えてます。いやー、このネギすごい大活躍ですね。もう植えて3ヶ月ぐらい、どれだけ人に配ってどれだけ食べたことか。でももう切っても切っても生えてはくるんですが、だんだんちょっと細くなってきましたね。あ、
この先はに右側人参植えてます。ここにも大根植えてます。ここは大根、この石です、ずっと大根。あ、電話が鳴ってる。ここはかぼちゃ植えてます。ここにはサニーレタスをいっぱい植えてます。種をまきました。ここはこれから畑を作って堆肥を入れて、何を植えるか今検討中です。スモモの花も咲いてきました。ここはこれから堆肥を、ここに堆肥工場、私の堆肥工場を作ろうと思います。あそこには堆肥を作る場所があるんですけど、あそこは、みかんとか、みかん畑に使う堆肥をもう準備してますね。さあ、三振もう一回散歩行こう。はい、畑まで散歩しよう。三振、あっちまで散歩しよう。もうみんな散歩したいって言ってるね。三振みたいにお利口だったらさ、三振畑だよ、畑に行くんだよ。右だよ、右。三振こっち右だよ、右。はい、そう、右。はい、まっすぐ。ちゃあ、まっすぐ。三振行くよ。三振、畑はどこですかって言ったら三振案内するんだよ。はい、こっちだよ、こっちだよって案内するんだよ。こんなに走ったらダメだよ、三振。ゆっくり。ゆっくりゆっくり。ちゃんと待たないと。で、ここの間にさっきのゲットを植えて赤土流出防止にしたいと思います。わー、暖かい。ということで、畑をぐるっと一周するのにいい散歩になります。坂道もあったりしていい運動になります。ここが朝夕、私の今一番楽しいなーって思う畑仕事と散歩です。いやー、今日風がないからドローン日和だったんですけどね、もうすぐある程度、ちゃんとできたらドローンも飛ばして全容を紹介したいと思います。あ、そうだ、今日はみかんの、取り木挿し木を動画撮ったんで、後で編集して紹介したいと思います。今日の沖縄ずっと曇りだったんですが、夕方からとってもいい天気になりました。また野菜。